お散歩ポポポ。おー、カブトムシさんのメスニャ。でも、なんか違う気がするにゃ。そんなに体が薄かったかにゃ。頭や背中もこんなにデコボコしてたかにゃ。触覚もこんなにモコモコして長かったかにゃ。それにしても何を食べているにゃか。木が邪魔にゃ。パパさん、この木をどけてほしいにゃ。うわー、アリさんがいっぱいにゃ。わからないにゃ。これはやっぱりカブトムシさんじゃないにゃね。困った時のグーグルレンズさんにゃ。わかったにゃ。この虫は大平田シデムシさんっていうにゃ。この虫さん、生き物の死体を食べるそうにゃ。特に小動物やミミズなど柔らかいのが好きみたいにゃ。今食べてるのもミミズさんかもしれないにゃね。でも自然界をきれいにしてくれる大切な虫さんなんだにゃ。おじさんが乗っても怒らないおおらかな虫さんなんにゃね。食べるのに夢中にゃね。ちなみにシデムシっていう名前は死んだら出てくる虫というところからついたそうにゃ。森のお掃除屋にはそぐわない名前にゃね。北海道から九州まで見られるから、みんなのお家の近所でも見られるかもしれないにゃ。最後まで見てくれてありがとうにゃ。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくね。
ろしくにゃ。それじゃあ、またにゃー。